顔が出ていました。いや、そうですね、ずっと一番手でやってきたんですけど、一回負けただけでやっぱ周りの人が見る目変わってちょっとつらかったんで嬉しかったです。まあ、岩相撲がな決勝戦は日本人同士の直接対決でした。どんな気持ちで畳に上がったんでしょうか。いや、もう本当長山選手強くて、どうしたらいいかってもう試合中何度も何度も考えた結果、やっぱ得意技の小内刈り最後出てよかったです。追い込まれてからもう本当に勝負強いところを我々に見せてくれました。指導2つ正直取られてもいいっていう、最後投げるっていう、まあ、投げの決着、投げられるか投げれるかで終わると思ってたんで、まあ、そこを勝ててよかったです。ここでの優勝、まあ、東京オリンピックに向けて大きな大きな意味を持つと思います。そうですね、もうオリンピックは2枠目がないので一人で高藤、6畳は高藤で任せてくれって言いたいです。おめでとうございました。ありがとうございます。